ラノ戦いは、1939年12月7日から1940年3月13日までのアイダラドガコ北部周辺で行われた戦い。冬戦争の一部。フィンランド軍に対してはソ連は兵力で大きく勝っていたが、ソ連軍は悪路を移動する準備を怠っていたため、ホンラー地方に数本しかない道路を強固に、防御していたフィンランド軍による強い抵抗を受ける。 ソ連軍の進撃は阻止されたものの、戦いは冬戦争終結まで続いたため、防衛に当たった第12師団は大きな損害を出した。この戦いにおいては、指揮官である、ボルデマルハグルンド少将とこの戦いで英雄となったアールネ・ユーティライネン中尉の会話が残されており、少将が、コンラーは持ちこたえるか、と尋ねたのに対し、注意は、コンラーは持ちこたえます。 我々が退却を命じられない限りと答えたという。世界一の狙撃殺害戦果を持つ、フィンランド軍狙撃兵、シモヘヘも、コンラーの戦いに参加している。冬戦争の奇跡は、ソ連軍100万人に対しフィンランド軍34万6500人で、戦い、独立を守った出来事。コンラーでは1939年12月8日に、 ソ連軍15,876人に対し、フィンランド軍5,090人の戦いがあった。下兵兵もこのうちの一人であった。その後も混乱では1940年1月21日に、ソ連軍24,622人に対し、フィンランド軍4,400人の、また1940年3月13日に、ソ連軍65,548人に対し、 フィンランド軍14,354人の戦いがあった。ありがとうございます。